日曜ポストンレディオ、さあこの時間がやってきました。皆さんこんばんは、本村ひろみです。そしてもう皆さんがこの方の声を早く聞きたいと待ってるでしょう。メインパーソナリティはこの方です。石森みきおです。お願いいたします。何笑ってもうみきおさんの声をね、みんなが今耳をダンボにして、元気かな、何してるかなって聞いてると思うんですよ。もうね、はい、このお礼回りあるでしょ。今忙しいですね。感謝のお礼回り、はいはい、半年かかりよ、ひろみさん。お疲れ様でした。たくさんの方の声をねいただいてますので、3年間、うん、あの地元にいるさね、はい、だから12日間だけの挨拶回りじゃないわけさ。だからもう本当に弁当屋一軒も回らなきゃいけないし、落選議員大変なんですよ。いやでもみきおさん、もうあの私も国際通り歩くいろんな方々に、みきおさんさよならってテレビで言ってたよとか、みきおさんはどこに行くのかね、宮古に帰るのかねっていう声があるんですよ。なんで宮古に帰るもう最高だね。いやでもさよならって言ったんで、みんなねちょっとこう激震だったみたいですよ。さよならってテレビに出てたの？出てたんです。そこをちょっとね、あのやっぱり一応最後に皆さんさようならっていう一言が言ったんですよ。さようならそれでも意味はあれですよね、まあちょっとそういうニュアンスではないじゃないですか、今までの仕事を。正解、引退だからもうさようならなということなんですが、今日はねこれをもうねほりはほり聞いてくださいってみんなに言われておりますけども、ただあのインスタライブが水曜日すごい視聴率の数でかつてないぐらいの質問も応援もいっぱいだったんじゃないですか。10代20代30代の声を拾ってくださいという熱い思いはまだまだありますよね。強くさようならです。いやオープニングからそうやって聞いてる人びっくりしますけれども、まあ、今日はですねいろいろ反省分析などを含めて、うん、みきおさんが今何を考えてるのか聞いていきたいんですけど、うん、このラジオを続けるということはインスタライブもまだ続けるということですね。そう、まあ、だからあの私が民間に行って何するのかっていうのをなんか伝えていかない、うん、いや一番今興味がある人されてると思いますよ。新聞にはね、みきおさん、そういえば、これは水曜日の記事の中に、あとみきおさんは政界引退を表明したが、他の政治勢力からはすぐに撤回するのではないかという声も上がってるそうです。甘いね。そんなことはありませんよ。いや、みんなちょっと希望もあるんです。戻ってきてほしいな、寂しいな。まあまあ、これからいい政治家いっぱい出てきますよ。私がいい政治家だったというわけじゃないけれども、万が一やるべきことはやってきた政治家だと思うんで、もう次はあのまた若いというか年齢には関係なく、はい、まあ、いい政治家が生まれてくるんで、やっぱ政治がしっかりしないとね、まあ、これが問題だ。僕が今回言ってた強い政治ね、強い政治、そう、とにかく中央に物の言う政治、本当に大切ですよ、ここね。それが大事なんですよね。それをやっていく自信があったんですよね。だからあのこれはだけど自信ってさ、はい、簡単にはできないわけさ。自信は経験の裏付けされた実績によってしか自信って生まれてこない、はい、経験ですよね。そうだからそれがちょうどなんか熟成した政治家になってきて、でちょうどその時に沖縄が変わり時で、はい、もうまあもう終わって結果が出たからだけど、国に従順すぎてもダメ、うん、国と喧嘩をして反対運動だけでもダメ、自分の意見だけを言うのは政治の場では良くないんですよね、うん、自分の意見だけではなく、そう、相手の意見も聞いて、はい、妥協しながら一歩二歩三歩って前に進めていかなきゃいけない。一挙にさ米軍基地ゼロにしろって言ったってできないさ。難しいですよね。だけど危険をなくして、はい、それで騒音をなくしてとか、そういうようなことなんかを積み上げていって、うん、ね、気がついてみたら整理縮小が成功していったというようなことじゃないとさ、うん、まあ、それはなかなか合いませんよね、うん、そういうことなどをしっかりとまさに考えた政治、うん、でこれにはやっぱり交渉があるわけさ。交渉、この交渉力というのが、うん、みきおが良かったんじゃないかと思ってる。みきおさんなら交渉ね
強く引いたり出したりできそうですもんね。そういうことを、まあ、みきおにやらせてみたら面白い。まあ後でまた話が出てくる、はい、中央の政治がどうなるかというところなどかはまた面白いわけよ。これはね、みきおさんならではの分析を聞きたいです。今回も本当にたっぷりということは、これか評論世界でも生きていけそうですね。橋本徹と同じようなことできるかと思います。政治評論もう絶対これはありますもんね。政治評論家下地みきおのすけ、なんでみきおのすけが入るのかよく分かりませんけど、とりあえずそういう、まあ、元気いっぱいにスタートいたしました。大井みきおのみきおポストオンラディオ。お届けしております。あの衆院選の選挙終わって、みきおさんのラジオの声をみんな願望にしてね、耳を聞いてると思いますが、元気です。みきおさん、ありがとうございます。皆さんのおかげで無事に選挙終わりましたね。オートバイ乗ってたじゃないですか、はい、もう事故がなかったことよかったね。これ本当ですよ。何より睡眠不足だったでしょ寝てるかなと思いました。本当倒れなかったこと、よかったですね。無事に無事に打ち上げ終わって、はい、やっぱ本当に心も体もまずはほっとしたっていう感じしますね、はい。まあ、そういう意味ではやり尽くしたっていう選挙でしたよね。だから私はこの3年間、はい、もう一回原点に戻ろうと思って街頭演説とか個別訪問に力入れたの今回は、はい、そう個人の心に突き刺さる選挙っていうのは、月に100回以上街頭演説してるから。100回以上って並大抵じゃないですよ。並大抵じゃないですよこれは。だからこれをやりながら個別訪問してまた質問を受けたりしてって、そういうようなことをやらせていただいた選挙だったんで、まあ私の選挙にはね、はい、ね、共産党さんは政党があるさ、自民党さんは政党があるさ、で自民党さんは経済団体があるさ、共産党は労働組合があるさ、はい、自民党は宗教団体創価学会がいるさと、もうこういう感じで、もう枠組みがガチッとしてるわけですよ。じゃあそれに私は何をもってこの立ち向かうかと言ったら、もうその時の私の戦略はスモール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 、逆にスモールですか。そう、大きいのに勝つにはスモールスモールスモールなんですね。小さい懇談会を大事にする、小さいこの人との出会いを大事にするっていう、そういうことをやる。また選挙運動も名刺を渡して終わりじゃなくて、必ず今回説明させてもらったわけ。1分間お願いとか30分間お願い30秒間お願いとか言って、それでみきおが何考えてるか説明するという、これを細やかに一人ずつ大変ですね。だけどね、それがね、今回の選挙が面白かったんですね。まず今回の選挙はさ、はい、3つのこの変化が生まれそうだったわけ。3つの変化は、まずアメリカの大統領選挙11月5日ですね。確かに僕トランプさんが勝つんじゃないかと今の流れは、となるとまた新しいこの違う流れが生まれてくるね。確かに トランプさんだとね。で日本全体では、はい、自民党公明党が過半数割れしたでしょ。本当ですよ。衆議院で過半数割れするっていうのは、もう政権は死にたいなんです。だって予算も通しきれない、法案も通しきれない、となると相手の国民民主党かどっかと相談して予算を通すとなってくると、自分の考え方が全く入らない、となったら政権を維持してる意味がないさ。いやどうするんだろう、まあ、だから結論から言うと、はい、来年の8月は衆議院と参議院は同時選挙ですよ、
もう来年8月には。そうそう、これ間違いない。同時選挙。うん、そうしない限り、うん、だから石破さんは、この同時選挙を見据えて、いつ辞めるのかというのを自民党内で相談してるわけですよ。今この時点ですか、もうすでに。あ、そう、はあ、だから今自民党をもう各その大手新聞テレビの論説は、うん、もうね、審判下ったんじゃないか、あんた辞めろよと、居座り石破って書いてある、みんな居座り、はあ、全部の新聞がこう書いてる。だけど今自民党内で僕辞めさせないと思うわけ。なんでですか。予算委員会終わらすまで、全部悪いのは全部あなたが引き受けて、新しい総理が今できてもさ、予算委員会でまたガチガチやられるでしょ。なるほど。だからこのなんていうかね、5月の連休ぐらいの時に辞めてね、辞めて、それでこの解散するという、うん、まあ短いですね。そうそう、だからもう総裁辞めるじゃないですか、はい、総裁辞めて、ね、もう私はウルトラシーやると思うわけ。さらに総理を辞めないわけよ。総理を辞めないで、自民党の総裁が誰かになるわけ。あ、そういうのもあるんですか。そう、でそれはなぜかというと、総理を辞めたらもう一回主犯指名があるさ、はい、そうなったら過半数いないから他の人がなる可能性があるでしょ。立憲とか他のところがね、うん、だから総理は辞めないで、自民党総裁を辞めて、選挙の準備をして、石破さんが解散をする。トリックですね。これでもあるんです。絶対三木夫さんユタですからね。そうだけど、これが今私が考えてるシナリオなわけさ。だから政治の読みのところではこれがある。うん、で沖縄がもしよ、はあ、下地幹雄が勝っていったら、うん、新しい流れさ、もうすっごいね、風がバーッと、星でもない確信でもない、はい、で今過半数はないから、その維新の票と、うん、立憲民主党の票と国民民主党の票と、はい、自民党と公明党と11人の無所属の6対5で分けたりすると、もう3秒差4秒差ですよ。あ、そんな僅差ですか。僅差。あら、そこに無所属の下地幹雄がいたら、あ、面白いですね。でも自民党からも声かかる、立憲からも声かかる、はい、私は交渉するわけ。沖縄の予算は、うん、5000億円にしますか、しませんかって。これが交渉のネタ。沖縄の地位協定は変えますか、変えませんか、あなた本気でやりますか、沖縄の基地負担軽減はどうしますか、うん、どういうことやりますか、聞くよね、はい、で辺野古の問題はやり直しにしますか、うん、新しい工法を使いますかとか、もうこの共産党でも自民党でもできないことが私が会ってたらできたわけ。確かにこれが大きなそうキーワードになってましたね。そうなんですよ。まあ、負けてよくこのテレラジオの前でこんなこと言えるしね。いやいや面白いですよ。だったらどうするなんかみたいな。そう、まあ、だからそこにトランプが来ると変化が来るわけさ、ね、うん、はい、トランプ正直言って気が狂ってるさ。いやいや分かりませんけど、まあ、ちょっとねすごいですよね。変わったじゃない、気が狂ってる。分かりませんけど、だから、はい、ウクライナももうお前ゼレンスキーに応援しないんですよと、うん、はっきりとはっきり言ってるから、それでも戦争したかったら死んだらどうですかみたいな話だ。すごい人ですよねトランプさん、やっぱりね。となるとどうなるかって言ったら、調停して冷戦を戦争を終わらせるという方向に行くさ、うん、応援すれば応援するほど戦争が長引くでしょ。確かにそうですよね。だからトランプの考え方は逆なんですよ。うん、北朝鮮にもいいかと、うん、在韓米軍を全部撤退させる、うん、その代わりお前核やめるかって聞いてるわけよ。もう普通のことじゃないよね。在韓米軍を全部撤退させる代わりに、お前は核をやめて、ね、大胆ですね。その言う噂に変える気あるのかないのかって言ってるわけですよ、うん、今までにない交渉の仕方ですね。そう、
天安門を超えた男だよトランプは。あ、確かに天安門を超えたじゃん。あの映像が本当に嘘のように思い出しましたよ。そう、だからね、そういうふうなこのなんていうのね、もう激しい政局が今起こってる中で、下地幹郎の存在良かったんじゃないかなと思うわけね。まあしかし選ばれなかったからしょうがないんですけど、ただこの東京はもう完全にこの政権をレームダックした中で、来年の予算委員会補正予算を迎えるから、もう全部裸にされる。これ入れろ、あれあれ、ね、消費税 5% に下げろって、いや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 、だったらやらなくていいよって、こんなもうそれくらいですからね。そう、だからそれぐらいやるんだったら早めに解散してやるとなってくるから、ね、すぐに解散できない。だけど石破さんでは解散できないから、自民党の総裁選挙、総裁を変えて石破さんが解散して、解散したら総理大臣はいなくて済むから、それでやっていくみたいな。今もラジオ聞きながらみんな、さすがの解説委員だと聞いてると思いますよ、これ。臨時代理の総理大臣を一人置いてやっていくという。誰だろう。みきおボストンレディをお届けしております。やはりみきおさんの解説聞くとね、ものすごく政治っていうのが今の日本がワクワクする、これどうなるんだろうっていう気持ちになりますね。まあ国民民主党の玉木さんは、野田さんって書かないと言ったさね、はい。うん、言ってました。うん、まあ、彼は対決よりも解決というようなことを言って、自分のまあ国民のための政策を自民党とこの作り上げていきたいというようなことを言っているんだけど、まあ実質は立憲民主党との間にもう兄弟だから、この人なんかね。あ、そうなんです、民主党同士。そう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 、だからもう骨肉の争いしてきたから、だからそこにこの感情的なものがあるかもしれないけ ど、 なるほど。しかし今私はこの玉木さんのやり方は最終的には評価されないと思う。今やっぱり政権交代に組みするべきです。一緒になって、そう、政権交代にして野田総理を出して、やっぱり今こんなことをしてたら、あ、この人たちなんか裏でまた、ああそうか、そう思われちゃいますよね。そう、しかもそのなんていうかね、国民が関数割れをした、国民が選んでない政党と自分たちも伸びて、この立憲も伸びたという政党 を、をなぜ信用しないで、国民がね関数割れをした人と組んで政策を実現したいというのかっていうのが、あ、確かに。それ立憲と組んで政権取って自分が大臣になってやればいいだけの話だよね。一緒にね、そう、一緒にやればいいだけだよ。なんでやらないんだろう。だから、ここのところに政治の一番見苦しい骨肉の争いが、正しい政策を、正しい政治決断をやらないという邪道になっちゃってるわけだ。ああ、いろんな感情入れちゃって、そう、俺をいじめたとか、いや、もうそれは置いといてですよね、本当にね。そうそう、本当はもう、そこで行かなきゃいけないけど、やっぱりそこは私は27人も7人から増えた国民民主党がこういうやり方をしたら、私はね、社民党の二の前、社民党が自民党と政権くっついて、この村山富市さんを総理大臣にしてやって、社民党はもう今でも一人しかいない崩壊寸前になっちゃったさ。あの頃も野党第一党は社民党なんですから。だからそういうようなことに私はなりかねないのかなと。今こそ玉木さんは毅然とした態度ね、あの、だったっけ、この対立よりも、あの解決、対立よりも解決、そうそう、あの解決には政権交代で、だいう考え方に立脚すべきだと私は思いますね。これ聞いててほしいな、このラジオ。ああ、もったいないよな。ですよ、今政治が変わりっていうね、この潮目の時に国民が変えろと言ってこの数字を与えたのにさ、変えないで同じ人と組んで私の政策を通しますとか言っても、もうそれはちょっと話違うよというふうに思います。まあ、そういうことをやると確実にどっかでまた評価が下がる。もったいないと申し上げておきたいというふうに思います。まあ
沖縄の政治においては、はい、今度の私の選挙なんか見てもやっぱり、投票率が悪いよな。これはちょっともう最低投票率になっておりますからね。どうしたんでしょうみんな、まあ、イベントが確かに多い時期ということもあったんでしょうけども、それでもですよね、沖縄の投票率は 49.96% 過去最低を更新。だけどさ、2人に1人が行かないんだよ。何してるんでしょうね。だこの事務所に10人いたら5人が行ってないかもしれない。いやもうそれおかしい話ですよね。いやそんなことはないと思う。みんな行ったと思う。あでも何かあったんでしょうきっと。でもそれでも期日前行けるわけですからね。当日行けなくても。そう期日前があるんだから行こうと思ったら行けるよね。そうなんですよ。おかしいですね。うん、だからこの恐ろしさをどうするかだよね。うん、投票に行こう。投票に行かない政治をやらないって言うと、うん、投票に行く一部の人たちの政党。ええ経済団体とか、うん、労働組合とか、うん、宗教団体とかそういう人たちの政策がだけ前に進む可能性がある、うん、確かにそうです、ね、だから投票率が悪くなるとその方向になるんですね。うんだからそこが一番怖いというのをまず一点言っておかなきゃいけないね、はい、で今回は、うん、私の一句を見たら、はい、国場さんも赤嶺さんももう票を減らしたわけですね。で 5%投票率は下がったわけです。下がりましたね。だからこれ 5% 下がったら26万だから1万3千ぐらいなったわけですね。それでこの2万4千ぐらいの票が赤嶺さんとか国場さんから横に去ったわけですよ。これ横に去った票がもうこの前は入れたけどあんたに入れないよと言った2万4千票がね、下地幹雄に来ればよかったわけさ。この人たちがね。そう。でこの人たちは危険に回っちゃったのよ。うん、もうやめた、諦めたっていう方ですかね。そう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 。いや幹雄に入れるよりももう危険だ。うん。というような感じのところをやっぱり幹雄なんだと言わしきれなかった下地幹雄に問題があるわけですね。だからこれだけの投票率が下がるというようなことが、いかにこの吸収して、うん、やっぱり私のところに引っ張り込むかというようなことをやらなければいけないから。で昨日の沖縄タイムズなんか見たら面白かったよね、はい、あなんていうふうに書いてました。だってもう赤嶺政権さんは比例票で令和が那覇で1区で1万3000取ってるわけよ。あ比例でそんなに取ってるんですか。そうですよ。すごいですね。ということは何かと、うん、もしですよ、もしこの令和が1万3000とって、はい、共産党が1万6000だから、うーん、国民民主が9000だから、社民党が7000だから、はい、今沖縄ではもう令和が、うん、もう立憲共産について令和なんですね、うん、伸びてますね。伸びてるんですよ。だからこの一区で令和が選挙区から出てたらどうなったと。あ確かに出るって最初言ってましたけれどもね、うん、だからこれで出てたら赤嶺さんは4万台来てたかもしれないね。うーんあーそうか。だからもう共産党はもう死に物狂いで山本太郎さんにアタックして、はい、もうあれもやるよこれもやるよこれもやるよこれもやるよって言って下ろしてるわけよね、アピールしたわけですね。だから裏で何があったかわからないよ。政党が候補者を幹事長が来て出して、はい、一区でこの女の子出しますと言って、うん、3日後にこのなんていうの候補者を下ろすなんていうのは、うん、山本太郎のやることじゃないよな、まあ、あの方ねなんかつっつき貫き通すってイメージの方ですからね。で一区で出すというのも、はい、東京の本部で決めてこの幹事長が来てやったはずなんですよ、ね、あ確かにそうですよね。勝手にやったわけではないわけですからね。そうそうそう、山本太郎が印鑑をしたはずなんだよ。これを印鑑を変えるほどのこの3日間で何かがあったわけだね。はあ、なんだろう、共産党と令和の間に何かがないと下ろさないよね、うん、うーんなんか気になってきましたね。それはそうでしょう。これは口では言えないようなことが、うんなかったかのかもしれませんね。言葉でできないようなことがあった可能性があるというようなことが、まあ、この共産党の間では言える、は
だけどそれでもこの1万2000名減らしたというのは、うん、やっぱり赤嶺さんに対する令和の人たちとかこのオール沖縄の人たちのちょっと引いたものがあったかもしれませんね、うん、じゃあもう一つの小熊さんなんかそしたら、もう昨日の沖縄タイムスでやってますが、うん、ね、知念市長が一生懸命やりました、あの経済界が一生懸命やりました、うん、もう前保守合同といって三京のところに行ってた人がやりました、大きい会社が来ましたって、はい、もうこれはもう万全の体制だと、すごいですね、万全の体制でやったと、はい、もう伸びる以外に余地なしと言ったら1万2000票減っちゃった、うん、これはちょっと激震だったでしょうね、なんだろうって、そりゃそうでしょう、でこれだけ伸びると、はい、もう長市長にマイクを持ってもらってもう12年ぶりに やりましたよ、知念さんありがとうとか言ってやったんですよね、結構伸びなかったですね、うーん、なんか負けた私が解説してるのもおかしな話だけど、いやもうすでにあの解説者として今聞いてますから、ね、はい、というようなことなんですよ、まあ私の3万票の6000票を剥がせば、うん、ね、この勝てると、はあ、自分の支持者とダブってると知念さんは思われたと思うんですよ、うん、だけど私がみんなで知念さんやろうねって言ってここの事務所でももう何百人と集まって知念さんのための集会やったじゃないですか、あ、そっか、市長選の時に、そう、那覇市長選の時にね、街頭演説も下地美紀をやって、はい、いろんな人たちに手紙を送って知念さんで行きましょう今回はって言って、うん、やってきた人たちはその知念さんが行ったからといって、うん、国場さんに行くっちゅうそういうもんじゃないわけ、うちの講演会っていうのは、なるほどね、いや、あんたの選挙はやったけどさ、あんたが国場やれと言ったら、行きますかと言ったら、うん、行かないんですよね、私の30年間の仲間たちは、はい、そういうふうなこのいいとか悪いとかっていう話じゃないわけよね、うん、確かに、だからそこがやっぱり読みとしてはきつかったと、うん、だから今なんでこういう体制が出来上がったにもかかわらず1万2000票も減ったんですかという、そうか、この問いかけに今返答するのが大変だという話ですよね、もう今分析してるんでしょうかね、そう、まだここの比例表を見るとね、自民党が 23,541、 公明党が 18,401、はい、これ足し算すると、ちょうど国場さんの、うん、票になるわけ、あ、だから、はい、この自民党と書いた人が国場さん書いて、うん、公明党と書いた人が国場さん書いて、うん、ちょうどこれで4万2000になるんですよ、ぴったり合うわけですね、ぴったり合うわけ、ということになってくるとこれ1万8000というのは、うん、公明創価学会ですね、ということだったら本当に純粋な自民党支持層っていうのは2万3000しか入ってないってことなの、知念市長がいていろんな人がいて、100ぐらいの団体から推薦状もらってるんじゃないですかね、自民党は、不動産業界とか建設業界とかタクシー業界とか、税理士協会とか、飲食業とか、わーっと100ぐらいのもらっててやって2万3000だったんです、というようなことからしても、はい、うちらの3万の勝ちっていうのは、強固で固いものがあったと、いや本当にそう思いますね、そういうようなことを、だから、投票率が 5% 落ちて、お二人がこれだけ票を減らしてたら私も2万票ぐらいになる予定なんですよね、だけど落ちないんだもんですよね、今回特に三木さんには10代20代30代からの声が大きかったっていうのも新聞にも書かれてましたからね、そう、やっぱりね、そこはね、自分で見てもね、あの中学生とか高校生が三木って呼んだ時は、はあ、小学生が三木って呼んだ時は選挙ってうまくいってる証拠なんですよ小学生にもね、オレンジの三木さんって思われてますからね、そうそうそう、これが大事なんですよ、だから今回それを感じたね、選挙この期間中に、そう、だって僕らには本当にさっきも言ったように、はあ、何にもないさ、団体もそうですね、宗教関係もとか、いろんなことじゃなくて、もうその私たちはもうボランティアでやってくれる人が
もう9割8割で、はい、あのなんて言いますかね、うん、その強制的にというか、うん、やるぞみたいなものは権力がないからないわけよ。共産党は政権憲政与党さ、はい、自民党は、ね、国政与党さ、うん、彼らには権力があるわけよ。で私たちは権力ないからお前やらなかったら許さないからななんて言える選挙がゼロなんですよ。うーん、そこが面白いところでしたね。面白いですよね。みんな自分たちでボランティアでっていうのがね。そう、だから雰囲気は明るかったですよね。明るい、もうみんなおばちゃんおじちゃん、あの老若男女みんながね、明るい笑顔で。そうなんですよね。それがちょっと今度の選挙良かったかもしれませんね。ミキオポストンレディをお届けしております。さてメインパーサイティの下地幹雄さんは、まあ、あの衆院選の後の疲れがあるかと思いきや何のもうお菓子をペロリと食べ元気いっぱいで、ちょっとあの心持ちやっぱ寝た分ですかね、表情がぐっと柔らかくなりましてね。寝た分という、いやいや、もうやった、もう最後選挙の締めのあたりはきつそうでしたもん、誰が見て も, いや、もう本当に気が狂う、いや倒れないかなってみんなで言ってましたね。いやでも今も柔らかい、ラジオ機の皆さん安心してください。そして幹雄さんの今聞いてる感じではあのインスタライブも続ける、サンジチャーですね、続けるよということと、あとラジオの方もやっぱりこういうふうに政治を話をしていくということで、その他に何か期待してる方にはゆっくりですかこれから。あのね、あの幹雄さんビジネスやるのっていう人がいるわけですよね、うんうん、いますいます。ビジネスやらないんですよ。あ、そうなんですか。うん、あのなんかね、あの僕が政界辞めたら、はい、ビジネスをやるというイコールビジネスと思ってるわけさ、うん、ほぼほぼみんなそうですね、思ってますね、うん、だとそれが違うんですね。あ、違うんだ。私がやる仕事は、ええ、この地域のためになる、うん、誰もやっていないもの、うんうん、この基準なんですよ。この地域のためになる、誰もやっていないもの。そうだから今久米島に高速線あるじゃないですか。 あ,、はい、あれ誰もやってないさ。そうですよね。だからあれやると地域良くなるよね、うん、こういうのだったらこれビジネスと言わないわけよ、もうプロジェクト。あ、プロジェクト、はあ、こういうのものなんです。うーん、だからひろみさんの好きな話なんですけど、この犬猫のシェルターもちょっと、あ、これは期待ですね。やってみようかなと思って。今かなり皆さん嬉しいと思いますよ、動物のね。だって今誰もやってないさ。やるって聞いてたのにやってない人ばっかりなんで、本当にやってほしいですよ。そう。一つの例を言えば、この事務所どうでしょうか。こんなに広いおもろ町のところで、まあ、今アイデアの一つですよね。そう、この事務所僕はもう壊そうと思ってるんだけど、だけど、あれなんですよ、この事務所本当にお借りしてるんだけど、うん、これだけ車置けるでしょ。大きいですからね、駐車場。本当にこの家主さん、うん、I love 幹雄なんですよ。いや素晴らしい方だから、本当にもう考えられないぐらいの値段で20年間私に貸してるわけよ。うーん、この大きさでさ、うん、このシェルター、わあすごい、横にまたあのあれがあるでしょ、ペットボックスもあって、ペットボックスがあって、ペットボックスの中村さんと話しながら、うん、ここでシェルターやって里親会が常時できるようになったらどうなる。うわ、これもうみんなが応援に来ますよ、手弁当で。これもですよね、本当に。家主さんがお許しいただけるんだったら、ね、また貸しじゃなくて私がやるから、うん、もう幹雄さんの幹雄ペットワールドみたいな。そう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 。いや、これはあの今聞いてる方もすごいびっくりされてるし喜んでる方多いと思います。これはビジネスじゃないさ、うん、公的なものでプロジェクトで、みんなを助けて、誰もやってる人いないね。確かに、うん、やろうと思ってもなかなかできないんですよね。そう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 。あ、幹雄さん、そういうプロジェクト推進していくってのは素晴らしいですね。でそれで今日も話し合ったんだけど、はい、あのあれですよね、なんていうの、草、私が草を牛の餌に変えてるでしょ。もう街中の雑草ですよ、雑草、うん、あれもやってる人いないよね。
あのアイデアは最高ですよ。牛たちが育つわけですから。そうそう。もう今度、久米島でもさ、うん、やっと30ヶ月の牛ができちゃったのよ。あ、もう、いよいよ。いよいよ。へぇ。だから、これ誰もやってないさ。はい。だけど、久米島で牛が、うん、久米島牛ができるって本当に面白いよね。いや、これは期待大ですね。沖縄の新しいものを作るプロジェクト。そう。もう、そこなんですよ。私が、このなんていうの、今皆さんがやってる仕事に入ってきて、みきおがみきおがって、いやもう政治の経験生かしてみきおがまた俺らの商売に入ってくるとか、こんなことはないんですね皆さん。私がやりたいのはもう今考えてるんですよ。いくつかいっぱいこう頭の中にあるみたいですので。そうそう、もう政治家だからできなかったけど、このできるとみんながいいねと思うようなこと、そういうようなことをちょっと今後はこのラジオでみきおさんの今のプロジェクトを語っていくと、夢を語るっていう、そうそうそう、素晴らしいですね。賛同する方絶対増えてきますから。だってさ、ここなんかさ、さっき譲渡会の場所なんかってもう最高じゃない、うん、いやもうこの場所を中心に公園もあります、ペットボックスもありますし、来やすいし、そう、駐車場あるし、そう、そこが下地みきおの面白いところなんですよ。面白いですね。今スタッフが聞いたらびっくりして倒れちゃいますよね。もう政治家終わったからもう壊しちゃおうかなと思ったけど、いやいやいや、でも多分ね、みきおさんを応援したい人、ここに来たい人いっぱいいると思うので、何かやっぱ残してほしいなとは、いやいや、これ犬が来るだけ。でも猫が来るだけ。みきおさんの顔を見たいって方、今日もたくさんおじいちゃんおばちゃんいましたから、そういう方のね、場所は必要かなと思いますね。まあ、事務所は事務所で別でまたね、作らせていただきたいと思ってるんだけど、小さい事務所をね。だからここを壊すのか、こういうような弱い立場の人たちのために利用するのかって、素晴らしい一歩踏み出してますね、みきおさん。そうでしょ。さらに素晴らしい。そう、やっぱなんかやってほしいな、政治もと思ってしまうぐらいの。でももうみきおさんはさようならって言いましたね、政治には。そうなんですよ、さようなら言ったんですよ。だけどこのまだ63だから、 その間にきちっとした仕事をきちっとやって、またこういうのも、政治家じゃなくてもその貢献できることがあるんだよと、ビジネスじゃなくても貢献できることがあるんだよっていうのを示していきたいですね。ワクワクしますね。まさか今日の放送でこんなにワクワクする内容になっていくとは思いませんでした。まだまだあるよ、まだまだ。これは小出しにしていきましょう、みきおさん。そうね、もう誰もがやってなくて、で私の考え方は、ひろみさん、大事なものは、ね、人がやってる仕事じゃないことね、一点、いいですか、二つ目、これをやることで誰かが助けられる、ね、これが二点、三点目は補助金をもらわない。あ、補助金をもらわない。もらったらダメ、自分たちで。そう、みんなで、ビジネスというよりもこの運営はちゃんと自分たちでできるような、ここのまあ運営なんかもしシェルターやっても、みんなで運営資金を出してやるという。いいですね。ね、やりましょうよという。やりましょう。というような人たちが集まれるかどうかなんですね。いや、ラジオ機の皆さん、これからどんどん遠慮なくね、ラジオの方にもメッセージを送っていただければ、みきおさんいろいろ考えてプロジェクト推進してきそうですよ。今回もさ、面白いんだけど、このうち猫いるさ。はい。かゆこちゃんとココアちゃん。泊まりの交差点で拾ってきた猫、でこのもう一匹は公園でね、公園で死にかけて。だけどさ、面白いんだよ、ひろみさん、はい、俺が苦しい、もう気が狂いそうな選挙やって追われてるでしょ、あいつら分かるんだよ。あ、感じてるんですか。感じてる。普通はそっけないやつらが、俺の横に来て寝るわけさ。珍しい。かわいそうにと思ってるんですかね。かわいそうにと思ってるわけ。足のところに来て、足で、足のところにまた自分がなんか俺の足を枕にして、だから来ないんで普通は。びっくりですね、猫のこのなんていうの、感知する能力。そう、やっぱり、ね、このなんていうか、動物っていうのは自分のそのなんていうの、この、仲間が厳しい環境にあると、何ができるかって
いや本当ですよ。普段は態度もでっかいくせにね、この二人とも。いやもうきっとね、なんかみきおさん辛そうだなっていうのを猫なりに感じての優しさですね。そういう感じですね。家族から愛されてますね、猫も含めて本当にね、うん、そうですね、ありがとうございます。猫から愛されてます間ですけど、みきおさん、高校野球秋季九州大会現在、収録なんですけども、ベスト4入りしてるのがなんと沖尚と、そしてもうエナジックという、はい、沖縄から日光出そうですよ、選抜は。はいはい、ひろみさん、はい、読みが甘いんですよ。え、甘いの？甘い。なんで？沖縄は史上最高の3校になるんです。3校、ほら、どこでしょう。我が母校宮古高校21世紀枠。来ましたね、みきおさんの。巷ではさ、ええ、沖縄から2校行くから3校は選ばないよというようなところが言う人がいるけど、違うんですよ、ええ、沖縄から夢の3校になるんです。これやったら沖縄ものすごいことになります。もう宮古も盛り上がるし、それが特にこれを確定するのは、わかります？わかります。ベスト4でしょ、はあ、このエナジックと沖縄尚学が決勝してごらん。うわ、夢の両方が勝ってきて決勝したら、このベスト4に入ってる21世紀枠の宮古高校がレベルが高いことが証明されるじゃないですか。確かにこのチームたちと一緒ですからね、九州ってレベル高いから、ということになってくると、夢の沖縄から3校、これ来週ですね、放送の時にはまだ喋れる内容だと思いますよ、結果がどうなっていくか。もうね、私の森根先生がさ、はい、小座高校と野球の試合して9回裏、0対0、バッター下地美希夫、ランナー2塁、9回裏ですよ、はい、0対0、この先生がサインを出したら、森根先生が出したらバンドのサイン、まさかのバンド。9回が0対0、2アウト2塁でバンドあるわけないじゃないですか。僕前タイムかけて、先生間違ったと思ってるから、バンドのサインでしたよって先生が言ったら、ミキオって俺の肩触りだから、お前がね、ここでヒットを打つ確率よりバンドに驚いたピッチャーが暴投する確率が高いから必ずバンドやれよって。じゃあ俺にさ、練習させるなよってこの日のために一歩打って新聞に載るために頑張ってきたのにさ、ね、バンドかよって言ったら、セーフティーですかったら、ちゃんとやれってやった、はい、このピッチャーもさ、俺を一塁でさせばいいのに、動揺してて三塁に投げて冒頭でサヨナラ勝ちよすごいドラマですね。だから僕の人生は送りバンドなんです、はい、送りバンド、送りバンド、そうそう。だから今回は、はい、そのなんていうの、正解を引退するけど、こうやって送りバンドやるわけですよ。で普通政治家辞めたら、もうビジネスやって終わりの人って多いわけ。そうですね。もう年取ってればもう年金っていうけど、違うんだよ僕は。人がやってないことやるんだよ。面白い、送りバントの人生というね。そうそう、この離島の貧困とか過疎とか、そういうようなものをまた徹底的にこれ解消していくのか、そういうふうなことをやるんですね。ラジオの向こうのファンの皆さん、まだまだ続きますよ、みきおストーリー。ぜひ来週も楽しみになさっててください。あっという間の時間でした。みきおさん、言い足りないこといっぱいありますよ、まだね。ないじゃあ来週も引き続きよろしくお願いします。みきおポストメディオ、ご案内は本村ひろみでした。そしてメインパーソナリティは下地みきおでした。ありがとうございます。